あと最近すごいおもろかったことが一個あって、あの YouTube のさショート動画ってさ、なんか下にスクロールしていったらさ、あの次々とショート動画出てくるじゃん。でなんか私結構それ最近見てて、でなんかあれだったのかな、友達にまあすごい男性アイドル好きな子がいて、まあその子がこれすごい見てほしいって言って見てから、結構ねそのショート動画に男性アイドルの方が出てくることが増えたんだけど、なんか結構その界隈って上げられてる自撮りとかなんだろうを写真とかをさスライドショーにして、なんか音楽に合わせてスライドショーにするショートとかを上げられてる方がすごい多いの。そういう種類の中にもさ、画像をスライドと同時に、まあ、歌詞をね真ん中に表示する感じの、まあ、例えばなんかあなたが好きで好きでたまらないのみたいな歌詞があったとしたら、まあ、それを真ん中に出しつつ画像がこう移り変わっていくみたいな。で見てたら聞いたことある音楽流れてきて、えって思った次の瞬間に真ん中にごめんなさいもう止まらないんだって出てきて、おやと思った数秒後に真ん中にデカデカとトーピーオーバードーズって出てきて、私もうそれで耐えきれなくてめちゃめちゃ綺麗な男性アイドルさんの顔面の下にトーピーオーバードーズって出てきて、私耐えきれなくて絶対に選曲違う。ピーナッツさんとか、ケンモチさんだとまだわかるんだけど、全然関係のない男性アイドルさんの写真出てきて歌詞読んで歌詞読んでおかしいと思わんかったんかなと思って。もう、しかもそれ深夜に見ちゃってもう笑い止まらんかった。ああしんど、こんなこともあるんだと思って、すごい明朝体でごめんなさいもう止まらないんだってシャラララランっていう。いや本当にしんどかったんだよなマジで。いやおもろかったね。なんか多分元ネタ知らない人からするその楽曲のね元ネタ知らない人からするとなすごいいい曲だなって終わると思うんだけど、その両方の界隈をなんとなく知ってる私から見るともうどうしてこうなったでしかないんだよね。眠気吹っ飛んだもんな、あの瞬間。しばらく笑ってたわ。一回歌詞調べへんのかなと思って、なんかそう、海外の方とかだったらまだわかるやん。あ、なんか歌詞の意味わかんないけど、曲調がすごいかっこいいから使われてるのかなってこう思ってんだけど、アカウント見に行ったらバチバチに日本の方で、どうあがいても日本の方なんだよ。トーピーって調べなかったのかなと思って。いや、そう、いい曲ではあるんだけどね。なんか、違和感みたいなのなかったのかなと思って。でもな、ショート動画見て初めて良かったなって思った、それ。なんか、結構ショート動画ってさ、時間が溶けちゃうから、うわ、またこの時間まで見ちゃったよとかってあったんだけど、その時ばかりは面白すぎて、
見てよかったなと思ったレベルだもん。うん、最近なんかショート動画がお気に入りになった。うん。いや、私あのベッドで寝転がりながらその深夜に見てたんだけど、あの収まるまで枕に顔をうずめてたもんね。もうへっへっはっって感じ。それぐらい耐えきれなかった。いや、私多分電車で見てたらやばかったと思う。本当に何あの子ってなってたと思うよ。危なかった。